الله الصمد الله الصمد لم يلد لم يلد ولم يولد ولم يولد Farklı konuşuyorlar. Buradaki gibi değil yani. Hangi bir maske? Because. Anata wa watashi wa. 友達だから。そう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 。メルハバ、ナリです。僕は今ね、NS のお家にいてるんですけど。でね、こっちがね、入っていくと、もうね、ご飯食べた後なんですけど、ここでね、いつも朝ね、みんなで、朝でね、夜、みんなでここでね、団らんしたりとかしてゆっくりしてて、でね、ここにね、朝ご飯があるんです。こんな感じです。今日もね、食べ終わった後なんですけどね、ここにね、朝ご飯があってね、まあ11時ぐらいにね、朝ご飯食べました。でね、こっちに、ね、キッチンがあって、こっちに入っていくと、僕の部屋があって、こんな感じでございます。めちゃめちゃ汚いです。すいません。荷物がね、いっぱい荷物あるんです。ごめんなさい。帰る前に片付けますので。はい、おはようございます。おはようございます。まだね、行きますね。行きますね、久留米。そうそう。今日もね、また違う町にね、遊びに行くんで、今からね、ちょっと準備したいと思います。ごめんね、すぐ準備するよ。うん、準備できましたってことでね、今から行ってきます。僕は今ね、クモロ市っていうところの自治体に到着しました。今からね、エネスのお父さんがね、ここの副市長をやってるから、それでね、ちょっとね、お邪魔させていただきます。ビドームチェック。イエス。今ね、クモロ市のね、副市長のエネスのお父さんです。よろしくお願いします。今からね、いろんなとこにね、お邪魔させてもらって、ここね、紹介していきたいと思います。じゃあね、行きましょう。テシクレン。はい、さあ、はい。どうしたの？何やシェイバレーや。ご自身の男でしょ。People love, love. People love, love, love. People love. Wow, people love. Wow. Das ist ja okay, alles klar. Und für dich ist ja gut. Ja, ja. Ja, ich bin Bauarbeiter für den Kaffee. Ja, ja, danke sehr, danke schön.やっぱお茶美味しいね。 People not capitalist. Capitalist. People not imperialist. Imperialist. OK. ここのね、久留米市では僕がめちゃめちゃ有名らしいんですよね。あのネットとか新聞とかテレビにもね、僕が出たらしくてね、めちゃめちゃ見られます。なんかね、スターになった気分です。やっぱね、副市長さんの力とね、NS の力がやばいね。アレイキムサラムフォルカナ。サラムアレイキム。アレイキムサラム。ロシプト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 。僕今ね、モスクの中にいてるんですけどね、やっぱね、他のとことちょっと違うっすね。やっぱね、一つ一つね、いろんなこだわりがあったりとかして面白い、ちょっと世界にしましょう。今僕がいてるところはね、もう100年以上前に作られためちゃめちゃ歴史的に深いところらしくて、これモスクだったよね。そう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 、モスクで100年前に、ね、建てられたモスクだったらしいです。すごいですよね。この町で一番ね、大事なところ、一番ね、偉いところに来ました。市長がね、いてるところに来ましょうってことでね、ちょっとね、市長の部屋にね、お邪魔していきたいと思います。わメルハバ。メルハバ。今ね、NS のお父さんのね、部屋にね、お邪魔させてもらいました。こんな感じです。これでね、ちょっとね、休憩したいと思います。わー、アメイジン。僕が映ってます、僕とね、お父さんが。イエス。テシクレン。今ね、市長の部屋にお邪魔させてもらいました。めちゃめちゃ緊張してます。başkanım çekiyorum.
まあね、市役所から出てきました。市長からね、見てください、お土産までもらいました。なんかね、あのお菓子入ってました。本当にもう感謝です。てかね、すごいですよね、日本国一民、日本一市民がね、市長と副市長と一緒にね、写真を撮れる機会なんで、しかもそれがトルコの、僕はね、選ばれた人間です。いや本当にね、もうこの出会いに感謝です。本当にもう本当にね、大阪で出会わなければね、こんな出会いなかったからね、ほんまに感謝です。いやー、今ね、NS のおばあちゃんの家に到着しました。こんな感じでね、めっちゃ、あ、フェスプレーン、どうなる、どうなる、ケバブです。ジャポン、ゲズキン、ジャポンゲズキン、シャーゼッケティルディ、チキンケバブやっぱうまいね。あら、やんだろ、ファトメンが、やんだ。今ね、水の音聞こえますか？シャーって言ってるの多分ね、聞こえてると思うんですけど、これどういうことかって言ったら、実はね、水力発電なんです。今ね、ここ電気ついてたでしょ、あそこの電気ついてたの全部ね、水力発電なんですよ。で、エヌスのお父さんがそういうのを作って、水力発電を作ったらしい、トルコで。うん、すごいですよね。で、実際ね、あの YouTube でも見させてもらったんですけど、そうやってね、テレビにも出たりとかしてるんです。それくらいね、本当にすごい人なんですのとこに今お邪魔してるんですこれ自体はね、NS のお父さんがね、3月に作り終えたらしい。もともとね、全くなかった、電気がね、全然通らなかったんやけど、今ね、こうやってずっと毎日ずっと稼働してるらしくて、カタ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 って言ってでしょ。これね、毎日稼働していくことによって電気がね、賄ってるらしいです。さっきね、あった家もね、これで今ね、電気がついてるらしいです。すごいですよね、作ったんですよ、これを水力発電です。だからもうね、一生水がある限りずっともう電気がね、つくんです。今日がね、NS の家に泊まるのが最後の日なんですけどね、5日間オルドゥによってね、ほんまに何から何までね、お世話になりました、NS の家族に。うん、特に NS にはね、毎日一緒に行って、毎日一緒に行って、いろんなとこ連れてってもらったんですよね。オルドゥのあちこちの街でいろいろ連れてってもらったりとかね、あ、そういえばね、テレビ出演もね、したんですよ。本当にね、楽しい経験させてもらいました。お父さんがね、副市長っていうこともあって、市長の部屋にね、お邪魔させてもらったりとか、あちこちの会社のね、社長みたいな人ともね、いろいろ話とかもさせてもらったりとかしてね、めちゃめちゃ貴重な体験をさせてもらいました。普段ね、日本におったりとか、もうNSと知り合わなかった、出会わなかった人たちとか、経験とかさせてもらって、ほんまに感謝してたんですよ。僕がね、お返しできるものってなんかね、大したものじゃないんですけど、僕ね、スケートボード持ってたんで、それね、あの NS にプレゼントすることにしました。 NS の家族にもね、寿司のストラップあったから、それね、プレゼントしました。いや、喜んでくれてよかったです。その後お風呂入ってきてね、戻ってきたらね、こんなものがあったんです。これです。これがね、ナッツいっぱい、これね、マカダミアナッツとね、くるみがね、多分 500g ぐらい入ったやつ、 300g ぐらい入ったやつをもらったのと、これがね、お父さんからもらいました。中にはね、この数珠が入ってるんです。しかもこれがね、見てください、銀でできてるらしい。これがね、銀でできてるらしいんですよ。銀、すごくないですか。それをね、わざわざプレゼントしてくれたんです。いや、ほんとね、お守りですよ、僕にとっちゃ。もう本当にね、すごいいい経験、すごいね、お返しももらって、もうね、もう何も言えないです。本当ね、それぐらいね、もう、NS の家族には感謝です。本当に。今日でね、あの、トルコの動画はね、終わりたいと思います。またね、次回の動画からはね、イスラエルの動画入ってきたりとかすると思うんで、みんなね、楽しみにしてください。じゃあね、今日この辺で動画終わりにしたいと思います。またこの動画がね、面白かったら、高評価とチャンネル登録だけお願いします。じゃあ、バイバイ。